昨年もですねチーム開発の振り返りと題しましてこういった発表させていただきました。すみません失礼しました。昨年もですねこういう内容で発表しまして主に私が開発チームリーダーになっても4年5年ぐらい経つんですがそこからチームリーダーになりたての頃から えとまあ、やってきて、まあ、直面した課題と、まあ、そこから、まあ、チームメンバーと一緒に何をやってきたかみたいなことを、えー、ここではお話ししました、えーとまあ、後ほどまあ資料とあとはこちらの,あのブログの URL も参考までにえと公表させていただきますが、えー、とまあこういったことを話しましたで、まあ、昨年の内容からまた引き続きえ1年が経ちまして、えーとまあ、この間に何をしてきたかということをお話しさせていただきます。 はいえっとまあ、まずは私とあとは、えっと、プリズマティクスというプロダクトの、まあ、紹介をさせていただき、えっとこのえっと、私が取り組んでいるこのプリズマティクス、まあ、結構複雑なプロダクトになるんですが、まあ、それに対して、えー、開発チームで取り組んだ内容と効果というところをお話しさせていただきます、まあ、効果が出たこともあれば、まあ、出なかったこともあり、えっとまあ、特に出なかったことに対して いろいろと私自身を振り返った中で、まあ、結構弱みになってきた部分があったなというところも、えー、ちょっとお話をさせていただきます。で、まあ、これらを踏まえて、えー、今後、まあ、特にプリズマあ、えー、とクラスメソッドが、えー、この7月から、えー、と新しい木に入りまして、まあ、そこから、えー、と今後プリズマティクスどういったことをやっていくか私自身何をやっていくかみたいな今後の展望についてお話をさせていただきます。 えーまあ、今回の,あのこういう登壇何でしようと思ったかっていうのが、えっとまあ、私もそうなんですけど、まあえっとまあ、ここにいらっしゃる方結構開発に携わっている方がほとんどだと思うんですけど、まあ、それぞれ、えー、皆さん開発進めるにあたって、まあ、やっぱりそれぞれ何らかの悩みがあるんじゃないかなと思っていますでまあちょ、まあ、私たち一開発チームの取り組みというのを、まあ、共有させてい,ただいて、えっと、皆様のいてえっと皆様の のの進め方また、えっとまあ、今回の発表であ、えっと、もっといいこと方法があるよとか、えっと、私たちこうやってますよみたいな、えー、もしいいご意見がありましたら、えっとまあ、感想でもいいのでぜひフィードバックを、えー、この,後の、えっとの QA の時間だったり、まあ、あと、えっと、18時から、えっと、弊社の26階のオフィスで懇親会もありますので、えー、そちらで、はい、ぜひお話を伺わせていただければと思います。 はい、では改めまして私の紹介ですが、えっとはい、野村圭一と申します、えー、産業支援グループ小売流通ソリューション部、まあ、先ほどあの話した高野と一緒のところなんですが、えっとまあ、そこでプリズマティクスというプロダクトを担当しておりまして、えー、そこの注文決済領域のサービスを主に担当しております えっとまあ、冒頭から申し上げておりますこのプリズマティックスってそもそも何なのっていうところを紹介させていただきますと、えっと、プリズマティックスは EC、CRM に特化したプラットフォームという形で、えっと、サービス提供しております、まあ、弊社クラスメソッドが B2B の自社サービスとして展開しているものです、えっと、あと、えー、下3行目、えっと、エンゲージメントコマースって書いてありますけど、まあ、これ何かっていうと、えっとまあ、各企業とかブランド まあそれを利用するお客さんの絆を深める、まあ、良質な場を提供するというところを、えー、と我々エン,ジエンゲージメントコマースと呼んでいます。えー、企業とともにまあ戦略や設計を考えてまあ共に歩む、まあ、共に悩み乗り越えるみたいな、まあ、そういったことを伴走型コンサルティングと呼んでまして、まあ、そういったコンサルティングサービスも展開しています。でえーとーまあ、先ほどの ECCRM に特化したプラットフォームという話でフォーカスして説明すると まあこういった形で、えっとまあ、ECCRM に必要な、まあ、注文、商品、会員などの各種サービスを、まあ、マイクロサービスとして提供しています。バックエンド向けの API として、まあ、提供しているものです。でえっと、利用するお客様は、えっと、使いたいサービスに絞って選択することができて、まあ、これらを利用して、まあえっと、お客様独自の EC サイトだったり、あとは、えっと、お客様の、まあ、バックオフィスの業務ですかね、えっと、その業務に特化した えー、例えば独自の管理画面だったりとかそういったことを構築可能な状態に、えー、形にできますとで、えっとまあ、会員やポイントサービスなどもありますのでシレ r ムの基盤としても活用いただけます、はい、では、えっとまあ、そのプリズマティックスの、まあ、ちょっと開発チームについてご紹介させていただきますが、えー、っとプリズマティックスの開発チームは、まあ、専門的な知識を必要とするサービスごとに、まあ、チームを構成していますえー、っとまあ 主にこの4つ、えー、認証チーム、検索チーム、注文決済チーム、保守チームと,、えーとまあ、4つのサブチームに分かれていまして、まあ、私はこの3つ目の注文決済チームというところの、えー、サブチームの、まあ、リーダーを務めています、えーとまあ、認証チームは主にそのあれです、ね、オープン ID コネクトとか OS2、えーまあ、最近だとパスキーにも対応してるんですけど、えーとまあ、そういったところの技術領域に特化したチーム、えーまあ、検索チームは、えーと 以前ですとエラスティックサーチを使っているんですが、まあ、最近はオープンサーチに対応するようにしております、まあ、注文決済はえっとどっちからというと結構複雑なロジックを扱うサービスが多いので、えっと、そういったまあ専門領域を扱うところ、えっと、あとはまあ決済なんかはまあ外部の決済代行サービスの連携に特化したところがありますので、まあ、そういった領域を扱う注文決済チームというサブチームを構成しています でまあ、保守チームは、えーとまあそれえー、認証検索注文決済以外のサービス、まあ、また、えー、と全プリズマティックスの全サービスをまたぐ、まあ、共通ライブラリなどの、えー、開発の保守やなんかを担当しております、はい、では一旦、えー、私がこれまで、まあ、クラスメソッドに入ってから、まあ、何をしてきたかっていう、まあ、ちょっとキャリアの、えー、変遷を紹介させていただきますと 私は2017年10月にクラスメソッドにジョインしました今からもう7年前ぐらいになりますかねその当時はプリズマティックスの一部のサービスですね決済サービス決済領域のサービスを主に開発担当しておりましたでえっと2年大体2年ぐらい経ってその決済サービスチームのメンバーが増えてきたこともあってその まあ正式なチームとして発足してまあそのリーダーを務めたという形になります。で、えっと、またさらにそこから2年後2021年7月からえ注文領域、まあ、中決済に限らず注文のサービス全体を扱うチームで統合することになりましてそこからえっと引き続きまた私その注文決済領域のリーダーというところで担当することにな,ってなりました。 まあその中で私の主な役割なんですけど、まあ、その注文決済領域のえっと課題から、えー、まあ優先すべき開発タスクを計画してえっとリードするところをえっと主な役割としています。えっと、またえっとまあプリズマティクス実際に利用するお客さんからえっとまあ注文決済に関わるえっと仕様の問い合わせだったりとかあとは、えっと 本番環境で日々発生するアラートがありましてそのアラートを検知したら何が起きているかっていうところを一時的な窓口として私の方で見てちょっと私一人だけじゃなくてチームメンバーにもその問い合わせの内容をサポートしてもらったりとかアラートの対応をお願いしたりっていうところだったりあとは課題のタスクをメンバーに 教えて移常していくっていうところもやっております。で新規メンバーが入ってきたらそのオンボーディングを担当したりメンバーのフォローアップなんかも担当しています。はい、ではここからは開発チームがこれまでに目指したことっていう話で昨年何をしたかっていうところを中心にお話しさせていただきます。 まずこれ昨年度の開発チームの目標なんですが主にこの2つを掲げました素早い価値提供とオーナーシップを持ったチームというところで素早い価値提供と言っているのはプリズマティクスを事業者の武器として市場に応えるための価値提供を素早く実施できることを目標に掲げました2つ目がオーナーシップを持ったチーム市場の変化をキャッチアップして今後も応え続けられるように自らのプロダクトをよく知り 自分たちででより良いものにできる、そういったチームがオーナーシップを持てることそういったことを目標に掲げて昨年度は進みましたとそれを受けて私は注文決済チームのリーダーとして各メンバーが課題与えられた課題だったりとかあとはその課題がどういう目的であるのかというところから何をしなきゃいけないかっていうことを見極めて チームで、えー、と自走して対応できるようなチームにするっていうところを、えー、と昨年は、えー、と私の昨年の目標として、まあ、こういったことを掲げましたで、えーとまあ、チームとしてこういった目標を掲げた中で、えー、と対応を進めていく中で、えーとまあ、こういったことが課題だったなっていうところは、えー、と主にこの 3, 3点ですかね挙げられます、まあ、直面した課題としては仕様、えーまあの複雑さ 理解するこことととが困難だということあとは問題対応能力にチームメンバーの問題対応能力にちょっと偏りが生じているというところあとは課題の目的とかゴールの共通認識が不足しているなというところですそれぞれちょっと具体的に見ていきますがまず使用の複雑さと理解の困難というところで注文決済機能の使用把握が難しいというところで結構豊富な API、えー、機能がいろいろある、そして、えっとまあ、インターフェースの項目がかなり多くて、えっと、どの項目が何を意味しているのかがまあ理解しづらいみたいな、えっと、メンバーの意見が結構多くて、私自身もちょっと、えっと、特に途中から、えっと、注文領域に入ったこともあって、えっとまあ、入った当時は、えっと、特に本当にあのその仕様、複雑な仕様を把握することが難しかったなと感じています。まあ、あとは、えっと、実装 テストコードがまあ結構えっともう何年もえっと重ねてえっと実装、保証を続けているのでまあえっと実かなり複雑なコードになってしまっていてえ私も含め各メンバーがえーっと課題に対してまあどこを修正しなきゃいけないかみたいなところの特定がえ困難だったりまあえっとここ修正すると何か別で影響出ないみたいなまあそういった確認がまあ結構困難な状態だったなというところがあります。 2つ目の,その問題対応能力の偏りというところですが、えー、お客さんからまあ問い合わせがあったり、まあ、ホーム運用でアラートが発生した時のまあ窓口を、えー、担当したと,いう、えー、と私は、えー、話しましたが、まあえー、この、まあ、対応できるこれに対応できるメンバーというのがまあちょっと限られている状況だったなというところがあります、えーとまあ、特に、えっと、新しく入ったメンバー、まあ、まだ、えっと、ジョインして日が浅いメンバーとかだと、まあ、いきなりこう なんか問い合わせが来たって言ってもちょっとどう対応していいかわからないっていうメンバーが多かったり、えー、っていうので、まあ、ただ急いで対応しなきゃいけなくて結局その対応できるメンバーにこう、えー、こう対応がちょっと集中しちゃうっていうような形が多くて、まあ、特にそういった問い合わせが集中するとそのメンバーの負荷が一気に高くなって、まあ、そのメンバーが本来やるべきことのタスクに遅れが生じたりとか、まあ、そういったこともありました。 あとは3つ目その目的ゴールの共通認識が不足しているというところですが課題に対して、えっと、対応な何を対応しなきゃいけないかというのが、まあ、ちょっと不明瞭なまま進めていたことが結構多かったかなと思っています。えーっとまあ、それで、えっとまあ、手戻りがあったり、えっとまあじえっと、自分はこ,のつこういうつもりでやってたけどいやここなんか不足してるよみたいな、えー、やり取りが発生して、まあ、手戻りが生じたりとか。 それによってまあ計画に大幅な変更が生まれたりとかといったこともありました、まあ、えっとチームメンバー同士がまあえっとその課題何しなきゃいけないかとかえその課題に対応するためにまあ何を見なきゃいけないかえっとまあ何のためにやるのか目的ゴールの共通認識がない状態っていうのがまあ結構あったかなと思っています、はいまあ、そういった課題を受けてえっとまあ私 いやまあ、チームで考えた取り組みというところをお話しさせていただくと,、えーとまあ、まずは使用理解のための、まあ、定,期定期的に勉強会を開催しましょうというところとあとは、えっと、アラート対応をローテーションで回しましょうというところあとは課題の共通認識を、えっと、形成する場を設けましょうというところを、えっとまあ、主に取り組みました。えっと 使用のまあ定期勉強会って言ってるのはまあえっと自分たちが担当する領域のまあ使用書を改めて読みましょうという話ですね。えっとまあ使用書を定期的にえっとまあ今だと週3回まあ1回30分ぐらいで定期的にこう使用書を見ていって各機能の用途だったりまあその機能何であるのかとかえっとまあそういった背景だったりまあ機能の理解を進める場としています。 でまあ、その領域に詳しいメンバーにも参加してもらって、えー、と勉強会の中でその書を,を読み進めていく中で、えー、とまあ補足だったりそのメンバーに補足してもらったりとか、まあ、あとは質問、えー、つどつど質問タイムを設けてるので、まあ、QA を担当してもらったりとかということもしていますあとは2つ目ですねアラート対応のローテーション性ですが まあえー、と定期的に発生するアラートに関しては、まあ、結構、えー、と定量的に確認できるケースがほとんどなので、えーとまあ、アラートの確認手順みたいなことを、えー、と設けながら、まあえー各,えー、各メンバーでローテーションして回すということをしました、えーとまあ、アラート対応ができるメンバーを増やすことが目的ですね対応に慣れていないメンバーに関しては、まあ、しばらく、えー、と対応できるメンバーが、えー、とフォローしていく中で、えーとまあ 慣れてきたら、えっと、そのメンバー一人で、えっと、ローテーション担当した時は、まあ、そのメンバー一人で、えっと、任せられるようにするっていう感じですね。で、えー、3つ目が課題の共通認識形成ですが、まあ、次に取り組む課題で何をしなきゃいけないのかとかどういう目的なのか背景背景って何なのかとか、えー、っと何を目指さなきゃいけないかっていうところの、えー、っと認識を合わせる場を設けるようにしました。まあ、特に、えっと 対応にまあ長期間、まあ、1か月だったりとか2か月とか、えー、そういった長期間かかる場合は、えー、まあ都度、えー、マイルストーンを置くなどして、えー、と都,度都度まあこれって大丈夫だっけみたいなまあ確認の場を設けてずれ、えー、がないようにというところで、えー、とまあそういった場を設けるようにしました、はいでえーとまあ、この対応を続けてまあ効果が出たこととしては えま,あまず仕様の、えー、定期的な勉強会を続けたことでまあ使用の理解、まあ、私も含めえっと理解に乏しかったメンバーはまあ使用の理解が深まったというところがありますね。でまあえっとローテーションアラートの対応をローテーションで回すことによってまあ対応できる人が増えてもともとアラート、えー、集中的に対応していたメンバーがまあ負担が減ったっていうところがえっと結構いい効果だったかなと思っています。 あとは、えっとまあ、課題の共通認識を都度チームで共有するっていう習慣が、まあ、これでついたかなと思っています。ただ、えっと、一方で効果が出ていないこともあって、えっと、それがもともとのチームの目標としてあった、まあ素早い価値提供っていうところですね、えっと、そこがまあ対応がすうまく素早くできていないと感じているところですね。 まあ,あとはえっと課題の共通認識をまあ持つっていうのはそういう習慣はついたものの肝心なそのゴール設定がまだまだうまくできていないかなと,えっとまあちょっと素早くできていないというところにもつながるんですがまあゴールに至るえ対応内容が多くてその,その対応全部続けてたらえっとちょっと遅くなってしまうとかまあそういった形のえ進め方が多かったりとかまあ,あとはえっとまあ都度確認して度確認 したところでやっぱりなんか、えー、と認識のずれがあって手戻りが発生しちゃったりとかって、えー、いったこともありましたえっ、ー、とまあこういった、えー、効果が出なかったことに関して一旦、えー、とまず私自身、えーとまあ、何が問題だったのかというところをちょっと自己分析してみましたなん、まあ、で素早くできないのかというところを、まあ、ちょっとえっ、ー、と まあ自問自答したり、まあ、あとは開発マネージャーとのワンオンワンも経、えー、て、えー、自身の弱みというところがちょっと見えてきたなと思いますその弱みって何なのかっていうとまあ具体的に話すとまず、えー、と対応すべき、まあ、その課題に対して何対応しなきゃいけないのかが、えーとまあ、そもそも分かってなかったりとか。 えとああとととは具体的ななな対応に落とし込めてないなっていうところがあります、まあ、例えば課題,の対応をしな課題の対応をしなきゃいけない場合、えー、と何をすればその課題が解決できるのかっていうのが、えー、とちょっとまだ分かってないところがあって、えー、とまあ決めきれないっていうところもありました。であとはまあ課題対応のほかに、えー、とまあ問い合わせだったりアラートで障害が発覚した、えー、ってなった場合に まあその障害が何で発生するのか何が問題なのかっていうところも見極められないというところですね。であと2つ目が、まあ、対応することは分かっていてもその、えっと、案が複数考えられる場合ですね。まあ、えー、複,数複数案があってそれ,ぞれのそれぞれにはメリットとデメリットがあります。まあ、この対応すればこういう効果が認め見込めるけどこういう影響があるよとかっていう案が複数出た場合。 どの案がが最適かを見極められないなっていいととう、えー、傾向があると思ってますでどの案も、えーとまあ、決められなくて落としどころとして別案を考えちゃってそれでまた、えーとまあ、それを考えるだけで結構時間を食ってしまったりとかそういったこともありました、まあ、あとは、えー、と対応内容が、まあ、そもそも多くて、えー、と全部対応するにはやっぱり時間かかっちゃうねと。 でそもそもそれ全部対応する必要あるのっていうところ、えー、全部対応する必要はないとして何を特に優先すべきなのかっていうところの優先度が、まあ、ちょっと判断できないケースが結構多かったかなと思っています。まあえっと、判断にまあ結構時間がかかってしまってそれで、えー、対応がまあ素早くできないといったようなことが、えっと、私の弱みとしてまあ結構挙げられるところかなと思っています。 でえー、っとここからは、えーまあ、それを受けて今後の展望という話になりますが、えーっとそうですね、プリズマティクスとともに、まあ、私自身も、えー、次のステージへということで、えー、掲げさせていただきましたが、まあこれえー、っとどういうことかというと,、えー、っと今期は、えー、っと今、えー、運用しているプリズマティクスを 長期的にサポートする体制を整えていこうかなというところで今期こういう目標を掲げていますいわゆる LTS 化ですね今のバージョンはもう使っていただいているお客さんが多いのでこれはもちろん長期的にサポートしつつ新しいプリズマティクス次期バージョンの開発にももうすでに動いているので この新しいバージョンの方に開発チームが注力できる体制を整えていく必要があるというところで今期こういう目標を掲げています。でそれを受けて私の今期の役割というか目標ですね私は今のプリズマティクスの LTS 化のところに貢献する形でこういった目標を掲げました。特に えっと運用に関わるえコストのところの削減にまあ貢献するところをえと目標として掲げました、まあ、このコストって言ってるのはまあもちろんそのインフラの費用とか AWS 費用とかそういうのに限らずえと人員的なところですかねえとまあ次期えとプリズマティクスの開発に注力できるようにっていう話も出てたのでえと今のプリズマティクスの運用になるべくこう時間をかけずまあちょそれただ それでも長期的にサポートできるような形で、えーとまあ、そういったところの、えー、と運用の貢献につなげられるように、えー、活動できればなと思っています。で、えーとまあ、私、まあ、これまで注文決済領域を担当していたんですが、えー、注文決済に限らず、まあ、他,のサービスの他のサービスの運用課題も、まあ、リードできるような形で、えー、と対応できればなと思っています。 えっとえー、最初の方でお話しした開発チームの構成ですが、まあ、ちょっと、えっと、認証は、えっと、別にはなるんですが、えっと、検索、注文、決済、保守の今、サブチームが分かれていますが、まあ、これらを、えっと、ゆくゆくは、まあ、1つのチームに、えー、まとめて、えー、今のプリズマティクスの長期化サポートに向けて、まあ、こういった方体制を取ろうとしているところです。 でえー、具体的なところとしては、まあ、私自身、まあ、今注文決済領域の、えー、タスクを今担当はしておりますが、えー、他のメンバーに、まあえー、今のタスクを異常できるように、えー、しつつ、まあ、今のプリズマティックスの運用で、まあ、特に大変だなと思っているところ特にコストがかかっているというところそれが何なのかというところを、まあえー、っとちゃんと見極めて やることやらないことっていうところを決めてチームで対応していく必要があるかなと思っていますそのそのためにも私自身先ほど自身の弱みとして決断ができない決断力足りないっていうところがあったと思うんですがその辺は私がちょっと一人で抱え込まずにマネージャーだったりチームメンバーとも相談していきながらこれらの今まで以上に範囲も広くなってまあえっと 責任とというところも上がっってててきていいるると思っているので、えー、とこれらをまあマネージャー、ジャ私一人だけじゃなくてマネージャーやチームメンバーとも相談しながら、えー、この活動を続けてまあ弱みとなっている決断力を上げていきたいなと思っています。はい、というところで、えーとまあ、昨年の活動と、えー、そこから見えてきた私の弱みと、まあ、それを踏まえて、えー、次何をしていく次のステージに上がるために何をしていくかというところを話していきたいと思います。 話させていただきました。えー、まとめですがそうです、ねえっと、チームリーダーとして課題、まあ、に取り組んだ対応を、まあ、こうやって振り返ってみると、まあ、そもそも私自身、まあ、何が弱かったか、まあ、決断力の弱さっていうのが明確になってきました。えーっとまあ、今後あのプリズマ今のプリズマティクスのサービス、えー、長期的な運用を目指して まあコスト、えー、と特に高果が上がっている、まあ、課題の見極めと対応に、まあ、今後、貢献していければなと思っています。はい、というところで、えっとはい、私の発表は、はい、以上になります。はい、ごごありがとうございました